い、ゲルミスを開けていきたいと思います。今日はですね、ついに発表されたプレイステーション5日本版が出るというところなんですが、まあ、2024年の初めてのコミュニティクランチの情報なんだけど、そこでこれ本当に出んのかというところで、正直さ、公式の情報も若干怪しい今日この頃のアークじゃん。なので今日は、まあ、みんなとね、本当にプレステ5日本版出るのかっていうのをあーだこうだ言っていきたいなというふうに思います。という感じで本日の目次はこちら。1つ目プレイステーション5版決定で、2つ目ですね、実際どうなので、最後にこれを踏まえて今日のまとめやっていきたいと思います。でまず1つ目にですね、まあ、あのスタートはどこなのって話なんだけど、プレイステーション5の衛星ですね、日本版がついにリリースが決まるというところの話です。でこれどういうところが情報のソースかっていうと、あの公式です。公式が出している週に1回ね、あの出しているコミュニティクランチっていうですね、僕らアークユーザーのコミュニティに向けての情報提供の場、公式からのねっていうのが2024年ね、新年初めての一発目のコミュニティクランチが出たというところでの、まあ、いろんなニュースがある中の1個で、プレイステーション5の日本版の衛星ついに1月後半に出ますっていう話だったんだよね。で、あのこれがあのまず情報のスタートっていうか、まあ、今回の動画の、まあ、あのスタート地点になってます。で実際問題分かったと、スタートとしては1月後半に ASA のプレステ5出ると。じゃあこれ本当に信憑性があるのか高いのかっていう話なんだよね。っていうのも結局さ、今までアークって約束を守らないで有名じゃん多分よくさ、あのひろゆきが時間に遅れるみたいなことが有名だったりするけど、多分ひろゆきぐらい多分なんか時間守らないと思うのねなのでそんな感じで、多分まああんま約束守んないさアーク運営だから、ちょっとですね、やっぱ心配なんですね。で実際問題、まあちょっと 100% ね信じるのは難しいから、周りの状況とか過去のね同じような状況でどうだったかっていうアーク作品がねっていうところを踏まえて、今日は実際問題、まあ、メインのテーマ、実際どうなのっていう話をみんなとあーだこうだ言っていきたいなというふうに思います。でまあ一応ね、公式としてはまずスタートとしては公式は1月後半出すと言ってます。なんだけど注意してほしいのは、日本というかアジア圏で販売の主導権を持っているというか主導しているのはスパイクチューンソフトです。で今回情報を出したのはアメリカ の, あのアークを作っている本丸のワイルドカードっていうところです。なので、まあ、要するにアジアの代理店のスパチュンと、で本丸 の, あの作っていてアメリカとかヨーロッパで販売は自分らでやっているワイルドカードっていうところの2つの会社が今回はあの関わってくるっていう形になるので、基本的にはあのスパチュンが発表した内容ではないので、まだちょっと 100% 信じるっていうところは難しいって感じ。っていうか、まあスパチュンもあとはワイルドカードも時間守らないで有名なんで、はい、なんでまあそもそもあれなんだけど、まずはね大元としてはそんな感じ。まずスパチュンが売ってるから、スパチュンが正式なあの詳細な情報を出さないと確定完全に信用できるっていうところまではいかないし、まあ、あのそもそもあのアーク運営は結構ルーズなんでっていう感じで、ちょっとなかなかね難しいところではあるっていうのが現状で、さらに言うと類似の何かあの状況あったかっていうと、類似の状況1個だけあって、それがスイッチ版なのね。スイッチ版の発売についてなんだけど、スイッチ版に関してはあの運営が違うんですよ。ワイルドカードじゃないところが作ってるんですね。ワイルドカードのパートナー企業が作ってるのがスイッチ版なんだよね。スイッチ版とスマホ版の2つはあのアークの、あのワイルドカードが手つけてないっていうか、もう委託しててもうのお任せみたいな感じしてるんだよね、パートナーに。でその際はあれなんだよね、一応コミュニティクランチで情報出ます、でそれにかぶせてスイッチ側の運営が出ますよっていう情報を出したんだよね。なのでそういったのを考えると、現在ですね動画を撮影しているのがちょっと今日はねあの時間が遅くなってるんだけど、あの月曜日の1月15日の、まあ、あの午後6時ぐらいなんだよねっていうところでですね、結構、まあ、待ったんですけど、情報が今んとこ
日本の公式の方からは出てません。私が見る範囲ではね、まあ、基本的にはツイッターで あるんですね、まあ、X か X で公式の日本版のアークのですねアカウントがあるんですね、運用している。でそこを見る限りは今のところ何も出てないということなので、まあ土曜日にね、日本時間だと土曜日に情報が出たので、そこでもしちゃんと情報を確かなものにして、まあそのなんていうかな、コミュニティクランチにかぶせるということをするのであれば、まあ今日しかないだろうと俺は思ったんだけど、まあその一応ね、営業時間多分 IT 企業なんで、まあ19時7時ぐらいまでなのかなと思って6時ぐらいまでまあ待ってみたんだけど、まあ5時過ぎとかまで待ってみたんだけど、まあ今ね実際に撮影が進んでる中で、まあ6時ぐらいなんだけど、6時過ぎなんだけど、情報は出てないという形なので、まあなかなか怪しさがあるよねっていう、そんな状況にはなってますね。はい、っていうところです。なのでちょっとねここら辺がまあやっぱり怪しいよなって思わざるを得ないというか、まあ普通にさ、こういう情報ってなんていうのかな、例えばワイルドカードとスパチュンっていう2社がいた状態で、ワイルドカードだけが先にまあとりあえずこいつらもなんか遅いからそろそろ発売いけるやろ、まあじゃあまあクランチで言うとけよ、うん、オッケーオッケー、じゃあとりあえずクランチで日本版1月後半出るって言っとくわみたいなのをスパチュンに言わないで勝手にクランチにぶち込むとかって多分ないと思うから、多分ねこれあったらマジでやばいと思うんだけど、まあ、おそらくないとは思うんだけど、まあ、ちゃんとあらかじめこの土曜日、日本時間の土曜日に出すクランチで日本版の情報を出しますよっていうのが共有されていたっていうさ、認識があったとしたら、まあ、月曜日に動かないって相当やばいと思うんだよね。しかもなんていうかな、一回さ最速で出すって言って最速で全然出せなくて、まあなんかクレームが来たのかよくわかんないけど、とりあえずなんか文句言われてごめんなさいのなんていうの、新しい X でポストをして1月早々に出すみたいな、来年早々、まあ1月ってごめん言ってないね、来年早々だね、来年早々に出すって2023年のまあ12月の後半に言ったわけなんですね。なのでそういった話があって、結構温度感高めで熱が高い状態でみんなが待ってたり、ちょっと不信感を抱いてるっていうのが分かってるにもかかわらず、クランチで情報が出てるのに日本からちゃんとしたアナウンスしないっていうのは、まあ結構やばいと思うんだよね。普通に考えて、まあ多分それやると不信感が増えちゃってやばいと思いますよっていうのが、まあ、普通に分かると思うんだけど、まあ、ちょっとそこを何も対応できてないっていうか、してないっていうのが現状なので、これ結構やばいんじゃないかなっていうふうに思ったりもしてるし、でこれはなかなか判断がこれのせいでしづらくなったよね。もし月曜日とかにこんな感じでやりますよ、みんな待っててねっていうふうに告知があれば、あこれマジで来るとっていう話になるんだけど、なんかそこで何の音沙汰もないから、マジで本当にこれ本当に来るみたいな。でまあスイッチ版の運営のまあ、海外なんだけどとかは、まあ結構かぶせたりしてるから、情報をねいい感じにね、でそれでなんていうの、相乗効果じゃないけどいい感じに、まあ持ってくみたいなっていうところをやってたりするので、そういったのを考えるとちょっと今回非常に怪しい可能性が高くなっているという形で、 50% ぐらいの確率で1月に出るんじゃねっていう風に僕は感じてます。はい、みんなはどう感じてるでしょうか。まあちょっと訓練されたサバイバーだとね、延期に次ぐ延期っていうのは慣れてると思うので、ああはいはいって形かもしれないけど、ちょっとねアークにまだ触れてそんなに日が経ってない人はこれ結構マジよくあることだからアークにとっては、なのでマジ気をつけてねっていうところですね。まあただ今回ですね、もしなんだろうな、いろいろ文句が出てるから公式の方から情報を出してよっていうスパチュンがね、スパチュン発信でワイルドカードにこれを言ってよっていう話であればかなりですね、まあなんていうんだろうな、いけてると思うんですけど、まあそうじゃない場合で、しかも今回一応ね月曜日っていうね営業日なんだけど、まあ何も情報が出てないっていう状況なので、そこを考えると結構俺はなんか怪しいな、やばいなって感じたりはどうしてもしてしまうので、そこら辺を考えると、まあやっぱりうーんって正直思ってしまうし、これ本当に1月の後半出るっていう風に疑いたくなってはしまう
まうっていうところなので、まあ、やっぱりですね、あの今までも結構ですね、まあ、あの日本 の, あのスパチュンが運営している公式のアジアのアーク の, あのツイッター X のアカウントに関してはやっぱりまずあの海外版というか北米版のプレイステーション5が出た段階でそれにあの被せて最速で日本版も出すので待っててねみたいな、最速でみたいな、で1ヶ月経っても出なくて、で不満が続出して、であの来年早々出すって言って、で次はあの公式運営が1月後半に出すって言ったっていうような時系列なのね。なので結構これあのダメ男のムーブなのねあの本当に女の家に転がり込んで、いや働くからさちょっとごめん今日だけちょっと2万貸してよってあの同棲してる彼女にあの言ってるみたいな感じのマジダメ男な、なんていうのかな、これ牛島くんに出てくるなんかやばいやつのムーブっていう感じ、あのイベサーやってるやついたじゃん牛島くんで、ああいうやつのあの感じだと思います。はい、であの OL ちゃんからお金をめっちゃ引っ張ってるみたいな感じのなんかノリの、まあ、あのムーブなので、結構ですねこれは、まあ、確かにうおーって俺も最初見た時になって、だけどちょっと待てよと思って、でさらに1日待ってみて、その動画作った後1日待ってみて、月曜日になって待ってみたんだけど公式からは何も出ないと、うわこれ怪しいって正直俺なってるので、で今動画を出してるのが1月15日なのね。でまあ残り単純にさ15日しかないわけじゃん、もう半分過ぎたから1月はね、じゃあこれどうなんのって話なんですよっていうところなんで、そこら辺を考えると結構さあのヤバめな匂いが飛び散らかしている今日この頃じゃねっていう風にどうしても俺は考えてしまうので、まあ、かなり今回としては、まあ危険が危ない匂いがしてるんじゃないかなっていう風に感じちゃったりする。でもしここで日本のね、アジアの日本の運営が出ますって言ったらかなり出る確率は高くなるんだけどっていう感じだよね。なのでそういったところ含め一応ね、今回初めての2024年初めてのクランチで出るって言ったものの結構怪しくないっていうのでちょっとですね僕は懐疑的な感じになっちゃいましたね。で、まあ、さっきも言ったけど1日待って月曜日になりましたと、前回動画作って、で情報が出ないと、で普通だったら情報かぶせるっしょっていう感じで、その温度感とかね、やっぱりクレームというか不満が結構出ている中で、まあ、全然ですね出せてないっていうところで、やっぱりみんなは不満に思っている部分が強いっていう感じで虚無になってる人もいるっていう現状の中で、まあ、やっぱりちゃんと、あんまり対応しないとやっぱり燃えるよねっていうのがあるから、そこを考えると、まあ、やっぱり企業の信頼の部分にもつながってくるので、っていうかもうすでに最速で出すとか早々に出すとか言ってて全然みんなの体感とは違うわけじゃん。なのでそこを考えるとね、結構今回は追い込まれてるのにやんないっていうのは、逆を返すと情報出せない、やれないからなのではないかなって思っちゃったりもしてしまうので、そこを考えると結構ですね、現状スパチュンもまあまあ追い詰められているのかなって思ったりもするし、まあディスクを作りたいがために遅らせているっていう説もあったりするから、そこら辺はねもう正直、まあ会社の中の人じゃないと分かんないんだけど、現状はやっぱり北米版は普通に出てて、かつ日本語に言語切り替えして普通に日本語として遊べるから、結局ゲームソフトとして一応北米では日本版が出ているのと何ら変わりはないのに、じゃあなんで日本で日本語版が遊べないのかっていう形に、まあ、なっているので、結局ね、ものはね普通に見てできてるんだよね。まあ多少のバグ、まあ多少じゃないな、結構なバグはあるけどまあいつものアークだからね、なんだけど物はできてるんだよね。なのでそこがポイントなんだよね。やっぱり北米版では日本語に言語切り替えしたら普通に日本語として遊べるし、まあ、もちろんスチーム版でもね普通に日本語版が出てて、普通に俺はそれでずっと遊んでるっていう感じになるので、そこでどうなってるのかっていうポイントだから、まあどう考えても素人が見てもゲームソフト自体は出せる環境にあるから、あとは日本のマーケットに出す手順とか工程とかが
どっかで詰まってるっていう話だから、そこどうなってんのっていうところではあるんだけど、まあ一応そこの回答として現状ね、公式がクランチで1月の後半に出すと言ったので、それがまあ今ですね、ちょっと今回のまあメインテーマでもある結構懐疑的な状況にはなってませんかねっていうところで、今ですね疑問符がまあ投げかけられているというところですね。ということで最後にこれを踏まえてまとめという形でやっていきたいと思います。でまとめとしては、あの実際問題、1月の後半にプレステ5版は出るのか出ないのかっていうと、まあ出るっぽいけど、まあ 50% ぐらいの確率で出たらいいなって思ってた方が結局いいよっていう感じかな。まあ、正直ね、これマジで絶対出るよとは言えないっていうか、通常の企業が、まあ、例えばさ、任天堂がスマブラをこの日に出しますって言ったら、うおーってなるわけじゃん。でもアークがこの日に出しますって言ったら、うおーんってなるからなのでちょっとね、あのそこの差はあるから、企業に対する信頼がね。なので、あのしかもさらに言うと、今回まあ被せてこなかったから、情報に対してね、クランチが土曜日出ました、じゃあ営業日の月曜日になりました、そこで情報被せますか、してないですねみたいな感じになってるので、ちょっとそこで怪しいポイントもあるので、まあ 50% ぐらいの確率で出ればいいかなみたいな。でここからあのプラスアルファで日本のね運営が出すよって言ったら、かなり角度は高くなると思う。なのでその日本とアメリカの両方の運営が出るよって言って初めて、まあ、日本の運営がまだあの何もね言ってないので、ここが出るよって言ったら相当期待していいかなっていうふうに俺は思ってるので、そんな感じで、まあ見ていただければいいんじゃないかなっていうふうに思いますね。まあ急に出たら出たで、まあういみたいな感じなんだけどまあちょっとね、どうなるかはよくわからない現状っていうか、まあ、変に伸ばし伸ばしにしてるからちょっとね信用が置けない今日この頃ですが、皆さんはどう感じて考えてますでしょうか。僕としては結構ね、まあ 50% ぐらいの確率で出たらいいかなみたいな。で、まあ、さっきも言ったけど、日本運営が出るって言ったら、まあ、7、8割出んじゃねっていう感じになってますので、まあ、そこら辺でね、まあ、一応物はね、さっきも言ったけど、北米版とかあとはスチーム版遊んでる人は分かるんだけど、普通に日本語はローカライズは終えてるから、あとはなんか日本の、なんて言うんだろうな、ストアに流すだけだと思うから、そこの部分で、まあ、ちょっとなんか、分かんないけど、うん、なんか手を煩わせられてるのかもしれんけど、よく分かんないんだけど、そこで止まってるって感じだから、まあ、ちょっとどうなるかはスパチューン次第なので、ちょっとねそこら辺を、待ってみるしかないかなっていうところで、 50% ぐらいじゃねっていう、そんな感じでした。はいっていう感じでですね、今日は、まあ、初めてのね、2020年初めてのコミュニティクランチで新情報出たけど、これってよく考えたらちょっと怪しいなって思っちゃったし、さらに月曜日の情報が出ないっていうね、現時点での状況でかなり、まあ、うーんっていうところだったので、そこら辺含めて僕としてはですね、なかなか危険が危ないかなと 100% 信じるのはっていう風に感じちゃいましたので、ぜひちょっとね皆さんはね、まあ、なんていうかな、精神衛生上5割ぐらいじゃねって思っとくといいんじゃないかなっていう風な感じです。はいという形でですね、 KTR ゲームでですね、 ASE の頃からアークの動画結構出してまして、 ASE になってもね結構ね動画出していくっていうか、もう出してるので、ぜひ皆さんチャンネル登録と高評価で応援していただけると嬉しいです。でさらに生放送のねライフワークっていう企画もですね、やってますので、これ ASE の頃から参加税を集めて、参加税と一緒に参加型でいろんなね攻略とか建築とかね、いろいろやっていくっていう企画なので、ぜひね皆さんね、そちらの方もですね、金曜日と土曜日の21時からやってるんで、見ていただければ嬉しいです。そんな感じで本日はこの辺にしておきましょう。それでは本日もご視聴ありがとうございました。またぜひ次の動画でお会いしましょう。バイバイ。